変態だわ、じゃなくて、大変だわ。私のビューティフルなお尻に、クソでかい、おでき、ができてしまったわ。クソ痛くて座っていられないし、このままでは私のクールビューティーなイメージに傷がついてしまうじゃないの。というわけで生まれて初めて、皮膚科に行ってきたんだけど、なんとお医者さんがずんだもんだったのよ。ずんだもんなんかにお尻を見せられるわけないでしょ。何をされるかわかったもんじゃない。仕方ないから少し足を伸ばして、隣町の皮膚科にも行ってみたんだけど、困ったことにそこのお医者さんもずんだもんだったのよ。皮膚科行ってずんだもんしかいないの？こうなったら自分で、おできを切除するしかないわ。ハサミをアルコール消毒して、よく見えないから手探りで、多分この辺ね。それじゃあ、行くわよ。直近。や、痛ーはい。クソ痛いじゃないの。しかも、めっちゃ血が出てる。何これ？多い日の経血よりドバッとドロッと出てるわ。何これ、何これ、血が止まんないし、くっそ痛いし、もうどうすればいいの？救急車を呼ぶしかないわ。